おはようございます。レイです。2月の9の日、金曜日の今日は、福の日です。下関福連盟が1981年に制定、2と9の語呂合わせです、えっと。下関ではね、フグは福と発音しまして、福と同音であることから、縁起の良い魚とされています。そしてね、 今、被害に遭っておりますけれども、輪島フグの日というのが今日制定されておりましてね、石川県輪島市の輪島市役所産業部観光課内に事務局を置く能登半島輪島和の島食ク,クラブが制定。同市では天然フグ類の水揚げ量が日本一の輪島港で水揚げされた天然フグを輪島フグとして 登録商標をして、ブランド化を図り、官民一体となって盛り上げています。記念日を通して、輪島フグの情報を発信するとともに、地域の活性化を目指すのが目的。日付は2と9で、フグと読む語呂合わせからということです。この、フグですね。まあ、ちょっと落ち着くまではね、輪島のフグ、どうなのかなっていうのはありますけれども、 あの、落ち着いてね、市場に出てくるようになったら、この輪島のフグ、ぜひとも食べてもらいたいと思いますね。ちなみにね、フグの歴史っていうのをちょっと調べてみました。2300年前に記された中国の地理書、三階径っていうんですかね。これにはね、フグを食べると死ぬとの記載があります。日本でも縄文時代の貝塚から、フグの歯骨がね、出土したことから、フグは縄文時代から えとされていたことがわかりますまた平安時代の本草書である本草和名にも「フク」という名称でフグが登場します元禄慶長の域により九州に集結した武士の間でフグ中毒で死亡するのが相次ぎましたこのため豊臣秀吉がフグ職禁止令を発布しましたその後江戸時代にも武士に対しては フグ食を禁じる藩が多く、特に長州藩はね、厳しかったそうで、フグ食が発覚した場合には、辛く没収などの厳しい処分が下されました。しかし、江戸時代は魚の食文化が発達した時代でもあり、1643年に記された料理物語の中に、フグ料理法として、フグ糖汁、フグ汁というね、 料理法が記されています。粉食は明治時代にも禁止されており、法律でも、ふぐ、食、不、ものは、高地家料に処すと定められていました。しかし、法令は表向きのもので、下関の,の庶民はね、禁止令が出ていでも、粉食に親しんでいたということなんですよね。で、1887年、これのね、暮れにね、当初初代、 内閣総理大臣を務めていた伊藤博文が春朴郎って言うんですかねという旅館に宿泊した際に公転で量がなく困り果てた女将が打ちみ覚悟でフグを食事に出します実はね博文は若い頃にフグを高杉晋作たちと食べてその美味しさを知っていましたしかし博文はね初めて食べたかのように こりゃうまいと絶賛。改めてフグの美味しさに感嘆し、翌年に山口県に限りフグ食禁止令を解かせます。それからフグのね、食海菌が全国にも次々と広がっていき、見事フグ食文化が復活する形になったんです。いやー、なかなかね、フグもね、高嶺の花のままですよね。 サンマが高くなったんでふ、うん安くしてくるんねかなっつって思うんですけれどもねまあなかなか難しいんでしょうね今日の動画が皆さんの何かお役に立てればねとても幸いに思いますどうかねチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいね